国の最南端、室戸岬、到着しました。四国遍路第24番札所、ホツ岬寺です。お参りします。お大師さんがお迎えしてくれてます。お大師様お迎えいただきましてありがとうございます。これからお参りさせていただきます。はい、青々く苔むした、不揃いの石段です。息が切れますね。よいしょ。急です。はい、ホツ岬寺、山門です。なりました。台風3号の通過が気になりましたが、いいお天気になりました。今日はい、四国お遍路の旅第25番札所新勝寺です。お参りします。高いんだよ、奥まで行くの。何段あるんだ。はい、新勝寺です。お遍路の旅第26番札所金剛長寺です。お参りします。この階段は整備されて歩きやすい。男坂だって、女坂あるのかな。先にある。
しょ。でも一段高いねこれ、普通の階段、高齢者向けの階段ではないな。足を上げる練習、3万です。すごいな。左が大師堂、正面本堂です。お参りします。はい、やっと鴻峯寺山門が見えてまいりました。駐車場からも結構ありますね。で、山門からさらにまだ大変ですね。土佐湾が見えます。太平洋。